日絶好調。あ、絶好調ったら絶好調。雨が降ってきても。あ、絶好調。本日もモーツァルト、アラベスクなどお届けいたします。アラベスク、今度はこの曲が弾いてみたい。子供たちは実に好奇心や興味を持ってちゃんと触れてくれる良い子たちばかりです。皆さんも人に優しく励まして、完璧は少し、子供たちも疲れております。完璧よりもできた、やったー、それでいいのだという言葉がけは大切になってまいります。アラベスク異端調、
ピアノ教室の鏡、私、ピアノ教室の代表として、まだまだ毎日一日一膳日進月歩、笑う角には福が来たる、春夏秋冬阿鼻叫喚、起死回生猪突猛進、一期一会、子供たちはとっても豊かな感性をしております。練習すれば必ず自信になり、一曲一曲丁寧に弾くことで自分に自信を持つことができるのです。人より慌てずに、何も慌てることなどないのです。お店に入るときも、お先にどうぞ、人を優先させてあげましょう。なぞなぞ。教室の窓にピタッとくっついている黒い鳥。教室の窓。窓にぴったりくっついている鳥はなんだ。ヒント。かあ、かあ、かあ、かあ。答えは窓ガラス。教室の窓にぴったりくっついている。窓ガラスでした。第2問。それでは、今度はちょっとおデブな鳥は鳥でも、あきゅうのことのこと、のことのこと、鳥は鳥でも相撲う鳥。実に子供たちの伸びやかな感性、ダメ言葉より自信を持たせる、初見力も曲を読み解く能力も一長一短で、なかなか身につきます。それでは、あっかんべだインベだ、発狂のことのこと、押したの回転時刻は午前11時かな。それではね、皆さんもアリラックマったらリラックマ、手首をこんにゃくスライムにして、打鍵の位置に柔らかく食パンスライムイメージして見てくださいな。それではね、さようなら。